皆さんこんこにちは、MM、言語化挑戦中です、えー、と今日はスーパーライジン2で試合を行う阿部大地選手とイゴール田辺選手の試合について喋っていきたいと思います、えー、イゴール田辺選手ついにライジン参戦ということで、えー、このイゴール田辺選手を知ってる人たちからするとついに来たかというところではないでしょうか、えーまあ なななかなかピンいい方もいらっっしゃってまあ今回の「スーパーライジン2」っていうえなかなかこうなんていうんですかね「ライジン」というプロモーションの中ではえ1年間の中ではかなり大きな大会まあ大晦日かに次ぐぐらいの大会なんでしょうね。でその中で初参戦の選手なわけですよねイゴール田辺選手まああと広ヤ選手ですけれどなんでこの大事な大会に ライジン一回も試合してないイゴール田辺誰やねんとイゴールボブチャンチンか <laughs> みたいなあのー、まあ、往年のねファンの方には、うん、そんなようなコメントもありましたちょっとすいません若い方にはねあんまりピンとこないようなボケだったかもしれないですけれどまあ、あんまりピンとこないと思いますこのイゴール選手っていう,うこの柔術家に関して言うと。 えー、この話は僕このチャンネルでは何度かしてますけど、えー、イゴールー田辺選手どんな選手なのって聞かれたら、えー、簡単に一言で言うと国内最強柔術家です、えー、おそらく柔術のルールまあ柔術って、まあ、ルールも微妙に違うんですけどいろん団体によってね違ったりとか中には。 ちょっとこう工業的にサブミッションオンリーもうポイント一切なしのルールのものもあったりとか、まあ、こういろいろあるわけですがあとは能技っていうね同儀を着ないで、まあ、いわゆるグラップリングですよね、えー、裸って言ったりもしますけどラッシュガードとか上半身裸の状態で、えー、まあ打撃なしの寝技オンリーのルールでやるもの。えー、かとにかく打撃なしで寝技だけ。 というルールであれば同義を着てようが着てまいがおそらくこの国内でイゴール田辺に勝てる選手は誰もいないいなと思います、うん、あの日本国内でトップ柔術家だったり、まあ、MMA のトップ選手寝技のすごい選手たくさんいますけどおそらく誰もいないでしょうねあのイゴール田辺選手に勝てる選手は。 これに関して異論があるっていう人はおそらくいないと思いますグラップリング界隈柔術界隈においてそれぐらいちょっと飛び抜けている選手でなおかつ重量級であるということですね、まあ、今回はミドル級8 4キロかで行われるわけなんですけれどまああの本当に本物の。 トトッッププオブトップの柔術家であるということですね、まあ、この話も以前してますが、えー、盆栽柔術のクレベル選手とサトシ選手は、まあ、飛び抜けた柔術力を持っていて、えー、まあ非常に優れてる寝技の技術をもうライジンで遺憾なく発揮してるんですが柔術という競技の中での実績でいえばこの2人にはかなり差があって。 えー、クレベル選手が残した実績っていうのはほとんど国内うんで国際大会での実績はそんなにないでサトシ選手は国際大会で何度も優勝していたりムンジアルって呼ばれる、まあ、事実上の世界一を決めると言われてるような大会で、まあ、2位になっているという部分で、まあ、限りなく世界一に近い柔術家と言えるんですよねサトシ選手はで、えー、今、まあ、最近ライジンに参戦した 横山武史選手、うーまあ、非常に話題になっていますけど横山武史選手も、えー、日本国内の全日本選手権で優勝していて日本トップの柔術家ではあるんですが、えー、こちらも国際大会で、まあ、何か目立った成績があるかというとそこまでではないという部分で、まあ、横山選手もクレベル選手も間違いなく素晴らしい柔術家であり。 えー、それがどれほど恐ろしいかっていうのはライジンのリングで遺憾なく発揮しているんですが世界レベルの柔術家ではないんですよねで佐藤選手は間違いなく世界レベルの柔術家です。そしてイゴール選手も間違いなく世界レベルの柔術家しかも重量級のということですね。 えー、イゴール・ダナム選手は、ね、幼少期の頃からもう柔術の試合に出ていて結果を残していて小学生の時からもうガンガン出てたのかな僕もちょっとね MMA のことはそこそこは知ってるんですけど柔術はそんな詳しくないんで、まあ、この辺は柔術に詳しい人がまあいらっしゃったら是非コメントで教えていただきたいんですが。 まあ小学生中学生ぐらいの時からもうガンガン試合に出てって中学生だ高校生ぐらいでも大人の大会に出て結果を残していてえ青帯それから紫帯の時にえムンジェアルって呼ばれる世界大会で優勝えさらに茶帯になった段階でもえ3位に入賞していて青紫茶あ結局3て。 普通の帯カテゴリーでで世界大会優、まあ、優勝優勝3位とかメダルを獲得しているまあこれだけでめちゃくちゃすごいんですけれどでここから黒帯になってさどこまでいけるんだっていうところで、まあ、コロナになってしまってちょっと国際大会にはあまり出れなくなってしまったんですが、まあ、ちょこちょこお結構まあなんていうのかなあまあプロ興行っていう配信限定の大会みたいなのに呼ばれたりして。 そこで世界のトップレベルの充実家と試合をして勝ったりもしていてまあ間違いなく今度世界トップレベルの充実家であると。で何回も同じお話になりますが重量級8 4キロ級っていうまあ今までのライジンにない階級なんですよねこのミドル級っていう階級は。でここにまあ間違いなく期待してしまうまあ過度な期待はね まだ若いですし、まあ、MMA 実績も全然浅いのでしてはいけないんですが、まあ、正直これだけの実績を持ってる選手に期待するなっていうのが難しいっていうぐらい期待してしまうので、まあ、重量級のサトシ選手みたいなもんですからねうんと思ったら分かりやすいんじゃないですかねなので、まあ、この選手が一体どこまで MMA に適応できていて えー、どれほどのお、まあ、成長お速度で成長していくのかっていうのは、まあ、どうしても期待してしまうとでこのミドル級っていう階級はずっとライジンでは、うん、やってこなかった階級なわけですよね。で、まあ、ここは、まあ、この重量級問題っていうのは、まあ、過去僕ちょっと動画上げてるので、まあ、まだ見てない方はそっちを見ていただきたいんですが。 うんまあ、僕のチャンネルの中であったりツイッターなんかでも、あのー、重量級が見たいんですと、えー、重量級が見たいのになぜライジンは重量級をやらないんですかっていうような、えー、ご意見よくいただきます、うん、でおそらく年配の方のご意見だろうなとは思うんですよね、あのー、どうしてもそのコメントの中にプライドっていうワードが出てきて、うん、プライドはね、あのー、主に重量級中心にやっていたので えまあ今の若い方々にはちょっとなかなかピンとこない話なのかもしれないんですけれど2004年5年ぐらいがピークだったまあ日本国内最高峰世界最高峰の団体だったわけですがまあ主にヘビー級今でいうライトヘビー級ミドル級まあライト73キロあの時は73キロでしたけどがギリギリある。 ぐらいの中でやって,いてもうとにかく重い人たちが中心となって、えーまあ、日本ををといいうよりりも世界を盛り上げていたわけですねでそこにこう魅力を感じそれにすごく心つかまれている方もたくさんいてそういう人たちからするとやっぱり軽量級ってちょっとうん迫力不足で重量級が見たいというご意見もたくさんあるんですけれど。 実はライジンは発足当時重量級をやっていて、えー、かなりいい選手も呼んでたんですよね。あの当時のライジンの状況であればそ UFC の、ね、世界トップレベルの,あの重量級の選手を引き抜くなんてことは難しいわけですから、まあ、世界各国に散らばっている若い原石を見つけてくるっていうことに。 えー、力を入れるしかないわけなんですけどそこで集めた、まあ、と若い原石たちが今どうなってるかっていうと、えー、USC でベルトを巻いた E.D. プロハースカ選手、えー、ベラトールで、えー、ベルトを巻いた、えー、ネムコフ選手、えー、タイトルマッチまで行ったモルダフスキー選手ーなどなどですね、えー、非常にあの。 世界,の世界のとこ、まあ北米のトップレベルで活躍している選手がたくさんいます。まあ、ベルトを巻いてないにしてもラン,ランカーとかねつまりかなりいいメンバー揃ってたんですよね当時の重量級はライジンの重量級は今あの昔の無差別級トーナメントみたいなライジンのやつ見ると結構えげつないメンバーなんですよだけどお人気があんまり出なくて えー、その後は玲奈選手や天心選手を中心とした日本人路線に、えー、切り替えていってその後堀口選手が来て朝倉兄弟が台頭してっていう流れになったとでこれは何でなのかっていうとやっぱりまあ重量級だけあってもそんなに多分日本では受けないっていうところなんですよね、うん、これは残念なところなんですよねにあの重量級の人気があるって いうのは結構多分もう昔の話で今はそんなに階級ごとで差がなくてこれは日本国内じゃなくて世界的にもそうなりつつあってあのまあ前にもその話もしてるんですけどそれも概要欄に貼っとくんでその動画とかも。今北米の団体でもえ例えば u f c で人気選手トップ10とかだったら。 まあ多分重量級は23人であとほとんど中量級軽量級場合によっては女子選手が入ることもあると思います、うん、昔だったら重量級がトップ10だったらもう78人重量級まあ少なくともヘビーライトヘビーミドルぐらいで埋め尽くされた時代があったと思うんですけど今はもうそういう時代でもなくなってきていてで日本ではまあ現実的に。 今もそうですけどやっぱり日本人エースがいないとその階級ってなかなかこう見てもらえないっていうのが現実としてあってで当時のライジンのヘビー級重量級に関してはやっぱり日本人エースが不在だったっていう部分ではやっぱあんまり人気に火がつかなかったんだろうなと。どんなに若くていい才能を持った素晴らしい選手がいてもまあそこの技術的な攻防であったり えー、若いなんていうのかなこうフレッシュな戦いっていうよりもやっぱり日本人絡みのストーリーがないとなかなか心をつかめなかった多くのファンの心はつかめなかった、うん、っていうところだと思いますで中には、まあ、別に日本人なんてどうだっていいんだと俺は重量級の世界トップレベルの試合が見たいんだよっていうファンも一定数いたとは思うんですけど そういう人たちはほとんど USC を見るはずなんですよね。うん、とかベラトールとか。うん、まあそりゃそ,そうなりますよね。<laughs> うん、そうなるとそそね USC とかに流れなかった一部の重量級ファンしかなかなか心をつかめないっていうことになってしまってまあなかなか難しかったという流れがある中で。 今のライジンのじゃ重量級ってどうなってますかっていうとヘビー級に関してはまあスダリオ選手なんかがこうまあエースと言っていい立場になりつつあってまあ今後どうなっていくのかまあベルトを作るのかトーナメントいずれやるのかとかですけどやっぱり一本軸が1人いると出てきてまあ弟の貴健心選手なんかもそうですししビサイ選手とか。 あもういますし、まあそれを後追うようにじゃないですけど空手家の上田選手が参入してきたりとかっていうふうにやっぱり一人いるとどん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 集まってくるとでライジンフェザー級で言えば完全に朝倉未来選手がいるから今やもう多分一番層の厚い階級になってるわけです、ね、あれは未来選手がいなかったらそこまでの階級になったかっていうとどうなんだろうという部分は僕は思ってるのでやっぱり日本人エースって。 っていいう選手が1人いるとその階級はまあ層が厚くなるというのが、うん、あると思うのでそういった意味では、まあ、繰り返しになってうーなんか何とも言えないんですけど過度な期待はしちゃいけないんだけど期待したくなるイゴール田辺選手の活躍次第によってはこのミドル級っていう階級が。 どんどん,どんどん層が厚くなっていく可能性も十分あるんじゃないかなと思いますね。それだけの選手だとう僕は思,っ痛いんですが思いたいんですが思いたいんですがいかんせんまだ MMA では全然ルーキーなんですよねだからその辺がちょっとまあ今後どうなのかなっていうところですね。でそんなイゴール田辺選手と戦うのは。 本来ウェルター級の阿部大地選手とまああの UFC 参戦経験もあってまあ国内ウェルター級であれば間違いなくトップレベルの選手ですねもともとは柔道部だったのかな柔道家でありながらキックボクサープロキックボクサーになったっていうちょっと異色の選手でそこから MMA に転向してるっていう経歴を持っているので。 まあ当然、組んでからの投げ、えー、また投げられない、えー、技術というのは当然ありますし、えー、キックボクシングをやっていた、キックボクシング仕込みの打撃も持っている、非常にトータルで強い選手だなという評価をしていいと思いますね。で、その安倍選手と、まあ、イゴール選手、まあ、この2人、確かね、なんかインスタ見たら、一緒に練習してた時期もあったように見、うん なのが出てたんでまあよくまあよく受けたな二人ともと思いましたねまずまあ練習仲間なのによく受けたっていうのも一つですし、えー、安倍選手の立場からすると本来はベルター級一個下の階級ですよねだけどわざわざ一個上の階級に上げてで、えー まだ MMA ルーキーそこまで実績の積んでいないイゴール選手等の試合という部分で言うと阿部選手側からするとメリットはまああまりない試合だと思います。ここで勝って阿部、まあ、選手の中でミドル級に今後階級を変えようとかっていうの考えがあるんであればまあ1つはありかもしれないですね。まずちょっと1回 ルーキー相手にミドル級で自分が通用するのかどうか試してみようっていうのはありかもしれないですけどにしてはあまりにも危険すぎる相手だなっていうところですしもしそういうのが特にないんであればまあ本当に、うん、ほぼメリットのない勝ってもメリットがあまりない試合にはなりますよね本来の自分の階級じゃない階級なのでで危険な相手を選んだという阿部選手まああっぱれだなと思いますし。 対するイゴール選手からすると、まあ、階級に関しては自分の階級と言っていいと思うんですが、まあ、過去、えー、一応 MMA の試合はしてるんですけれど、まあ、昨年の年末に巌、えー、流島で戦った、まあ、往年のファンの方は分かると思いますけどあのマヌーフ選手と戦って、えー、足換で秒殺で一本勝ちしてるんですけれど。 ぐらいなんですよ MMA のすごい実績のあるちゃんとした言い方ですけどちゃんとした選手に勝ったというのは。でマヌ、まあ、選手はまあめちゃくちゃ強い選手では確かにあるんですがとはいえベラトールでもうすでに引退を表明して引退試合までやったあとなので果たしてあの試合にどこまで高いモチベーションとうんトレーニングをしていてのコンディションを維持していたのかというとちょっと疑問があると。っていう部分で言うと。 おそらくイゴール選手が初めて対戦する本物の m m a ファイターと言えるかもしれません少なくとも階級は違うけれども国内トップレベルの実力を持っている阿部選手しかもトータルで強い寝技もできるし組も強いそして打撃は間違いなく危険な打撃を持っているという選手なわけですよね。 というこの2人の対戦がまあ両者にとって非常にハイリスクだなという試合なんでまあよく両者ともによく受けたなというふうに僕は思いますで試合展開がどうなるかなんですけどこれに関しては非常に分かりやすい試合だと思いますあの昔の MMA っぽいというか一種格闘技戦っぽいって言えばいいんですからね スタンドの時間は阿部選手有利グラウンドになったら上だろうと下だろうと、えー、イゴール選手が有利だと思いますあのー、もう極端な話まあほぼないと思いますけど阿部選手にマウントを取られたりバックを取られたとしてもイゴール選手の方が有利ではないかなというぐらい 僕はイゴール選手と阿部選手だと寝技に多分差があるんじゃないかなと思ってます純粋な、えー、寝技の実力で言えばただしイゴール選手はほとんど今まで秒殺勝ちでしか来てないので、えー、打撃とレスリング力に関してははっきり言ってもうまあ寝技が5段階評価でいえば5 もう7なら6つけてもいいぐらいです。ただ打撃とレスリングに関してはもうはてなマークです。もう全く分かりませんここは。まあレスリングもきっとできる間違いなくできるとは思うんですがやっぱり MMA レスリングってまた別物ですしあとまあ打撃に関してはもう全く分からない。あとこの打撃っていうものに関してはその例えばパンチ力とか、えー、キック力とかありますけど。 ディフェンスとかねいろんなまあ要素があるわけですよあの距離感とかステップワークとかっていう中で打撃に対する耐久性がどのぐらいあるのかっていうのがこれはよくわからないイゴール選手。でこの耐久性は2つの意味があって1つはもう単純にわかりやすく打たれ強さ、えー、顎を打ち抜かれても倒れないとかボディーに強烈なパンチが入ったのにびくともしないみたいなもういわゆる体の屈強さ頑丈さ。 がが一つでではあるんですがもう一つはそのリアクションをしないいかかどううっていうところですめちゃくちゃ効いてんだけどもう効いてないように振る舞うとかカーフキックとか足バチン蹴られてめっちゃ痛いけど別に全然大丈夫だよっていうまあ痛みとかそういうものに対してリアクションせずにあの流せるかっていうのを。 ここも結構大きくて確かね、ま、昔ライジンの解説で谷内選手と聡選手が戦った時の石渡さんの解説だったと思うんですけどもしかしたら違うかもしれないごめんなさいちょっとうろ覚えなんですけどとにかく柔術家とかレスリングとかから来た MMA の, M の、うん、まだ経験の浅い組技系の選手に関しては。 痛い攻撃、具体的に痛い攻撃をした方がいいっていうのをよく言ってたんですよね確かにだから顔面に一発ぶち込んで失神させてやろうみたいなのにいくとそれにこうタックルとか合わされちゃうけどもう地味に痛い攻撃、まあ、カーフとか関節下痢とかあとボディへのパンチあるいは三日月下りとかもう痛みを伴うような攻撃あとは寝技になってもし例えばイゴール選手が引き込んだ引き込んできたら 一発で失神させられるようなパンチというよりはコツ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 地味に叩いていくとか肘ガスってこう目尻と蹴っ切りにいくとかああいう打撃を打ち込まれた時にイゴール選手が思わず打撃の恐怖で例えば足関節狙おうとしたのにパッて足を離しちゃってガードしちゃうとかそういうことが起こるともう阿部選手のワンサイドに寝技になってももう結局何もできなくてパウンドで負けてしまうっていう可能性も。 全然あると思いますおそらくイゴール選手にとってはあまりそういう経験はしてきてないのでそこを乗り切れるかどうかだと思いますね。打撃の恐怖っていうものはまたこれ別物ですから、うん、いやそこに屈しないでしっかり今まで培った充実の技術が出せればもう全くちょっと差は。 かなりあるだろうなとかなとかりの差があるだろうなとは僕は僕思っていますなので阿部選手からすると打撃、まあ、スタンドでもグラウンドでも痛い攻撃とにかくちょっとうイゴール選手がうわって引いちゃう、まあ、カーフキックとかあーだったり何かしらちょっと嫌な攻撃を最初にしたいと思うんですよね。でちょっとと心折りにいくというか そういう攻撃でちょっとずつちょっとずつイゴール選手を下がらせていって、まあ、最後、打撃でまとめて倒すっていう感じになるだろうとで逆にイゴール選手からすると打撃はほぼ付き合わないでなるべく早く組んで寝かせて、まあ、それはテイクダウン取れれば一番いいんですけどテイクダウン取れなくても引き込んでもいいと思いますでつかめそうなものを掴んで決める足関節も得意ですし 下からの三角とか出十字ももちろん、うん、取れますし、まあ、もし安倍選手が投げを変に耐えるようにすれば後ろに回り込んで爆チョークっていうパターンもあると思いますしどこからでもどうやっても決めれると思うのでうんまあここは本当にうんどっちが勝つかっていう予想が非常に難しいんですよねただ多分一1ラウンド決着になるんじゃないかなって と思いますどちらが勝つにしても。うん、でどっちになるかな,な僕はちょっと個人的な、うん、期待も込めてイゴール選手有利じゃないかなと思ってますけど、まあ、階級的にもイゴール選手の方が有利ですし寝技になっちゃったらちょっと相当差があるとは思う。 ただ MMA ファイターとしてはやっぱりちょっと未知数すぎる部分があるのでまあ横山武史選手の話も何回か僕知ってますけど武史選手の方がまだえー過去に何試合かやってたり山本空選手とはまあ 判定、まあ、2ラウンド制の判定ですけど少なくとも10分間戦い切ったっていうような経験もしてるのでそれになりに打撃を受けたりとかした経験もあるんで,ですけどイーゴール選手はもう本当にそういう経験は全くしてないその前に終わらせてきちゃってるんでまあ、どうかなっていうとこですね、うん、本当に未知数ただ、めちゃくちゃ幻想は持ってる選手ですね。うん まあ、重量級のホベルトサートしそうだとさっき僕言いましたけど、うん、そう言っても差し支えないような選手ですからまああのすごい勝ち方で会場を沸かせてくれる可能性もあるしうんやっぱりまだまだかっていう思う期待を受ってしまう可能性もどっちもかなり半々な感じですねただ僕はイゴール選手有利だと思います、まあ、本当に、うん スーパーライジン2の大会の中で一番ちょっと予想難しいかもしれないですね、この試合は。ちょっと不確定要素がありすぎると、あと阿部選手のミドルが果たしてどのくらいのコンディションで仕上がるのかっていうのも含めて、もう本当に難しいなと。まあ、どうなるのかね、試合当日が楽しみだなというところですね。はいえー、という感じで、今日は終わりたいと思います。ではではは